こんにちは、松田丈志です。今回は陸上の 100m をやってみたいと思います。まあ、100m といえばもうオリンピック種目全部の中でも一番注目される花形種目じゃないかなというふうに思います。で、この 100m のポイントなんですが、ポイント1、まずはスタートのタイミングに合わせてボタンを押してスタートダッシュを決めましょう。ポイント2、とにかくボタン連打で加速してラストスパートを決めましょう。では早速やってみましょう。今スタジアム映ってますけど、新国立と同じデザインでねやってますから、本番の迫力をいち早く味わえると。さあ、予選4位以上で準決勝進出と、緊張のスタートです。ゲージ貯めて、ゴー、いけいけ、よしよし、ナイススタート、ラストスタート、ラストスタートからの胸張り、来たかな、決まったか、10秒89。まあ、まずは予選通過ということで、次準決勝いきます。セットボタンが消えたらゲージを貯める。今だ、いけ、よし、まあまあいいぞ、これはいいぞ、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 いけ、よし、おお、10秒75上がった。さあ、 100m 決勝戦、これね、細かいんですが、決勝戦はちゃんとこう時間帯が夜になってるんですよね。メダル取りてー、遅れた決勝のやつら早いぞ、これやっぱ、いけ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 、おい、最下位、スタート早、みんな。さあ、陸上 100m やってみました。まあ、決勝までは行ったんですけど、決勝なんと8位です。タイムも10秒8ということで、やっぱり 100m といえば9秒台行きたいですし、まあ、メダルも取りたいなというふうに思うんですけれども、まあ、それに行くには上級操作というのがあって、この上級操作ではスーパーベストスタート、タイミングバッチリっていうやつと、あとはゴールの瞬間の胸張りですね、もう陸上でこうやるやつですね、それが決まれば9秒台もいけるんじゃないかなというふうに思います。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。